仙台東北のミュージシャンを紹介する番組ライトミュージック。早速今回のミュージシャンの方々をご紹介します。暁の皆さんです。よろしくお願いします。今回はですね、いろんな質問を持ってきました。これでこちらでくじを引いてもらって出た番号の質問に必ず答えてもらいます。それでは覚悟はよろしいでしょうか。5番。音楽をやっててよかったと感じる瞬間はどんな時ですか。じゃあこれは土郎くんに喋ってもらおうかな。僕ですか。いや、やっぱり今日もねライブでお客さんいっぱい来てくれましたけども、まあもう無心でね、何も考えずにこう楽器を弾いてライブをしてハイになってる瞬間、僕は楽しいなって思いますね。もう一回弾いていただきたいと思います。はい、開けてしまい、3番です。はい、そうですね、私同世代多分もうみんな結婚して子供もいたりします。地元の友達は結構頑張ってるねって言ってくれるので、別にそんな変な目で見てる人とかはいないと信じたい。応援してくれてますみんな。はい、最後の質問で、はい、今後は、まあ、まず MV が暁ないので MV の撮影をして、まあ、少しでも自分たちの音楽を広めていければなと思います。あとまだ音源化していない曲は絶対に音源化する。近いところの目標はその2つです。では4月30日仙台ジャンクボックスでの暁のライブです。せーの、どうぞ。
今回のゲストは暁さんでした。ライトミュージックではこれからも地元仙台東北のミュージシャンをどんどん紹介していきたいと思っています。じゃあねー。